正方形の紙を長方形に折ります。さらに正方形に折って片側だけを真ん中の線に合わせて折ります。そして中心からこの辺をこの今つけた折り目に合わせます。ここが60度になっていますから反対側に折り返すと正確な六つ折りができます。